連敗は確定しましたよ。よろしくお願いします。はい、あ、はい、ありがとうございます。節目の回ということで、今回からはですね、お知らせです。今回からはこのように毎回背中にナンバリングを入れて T シャツを着用します。節目だけじゃなくて、次の811話もその次の812話も毎回ナンバリングの違う T シャツと色も、そしてここの言葉もですね、今回は節目なので節目って書いてますけれども、例えば完全勝利とかですね、まあ、いろんな言葉をここにこう書いて色も変えて毎回 T シャツを着用します。で、配信のたびに毎回この僕が着た T シャツをプレゼントしていきます。そして今回は収録と生放送の同時進行ということで、またこの後 YouTube ライブでですね、生放送の予報をやっていきますけれども、生放送が伴う場合は生放送でプレゼント、そして配信でプレゼントということで、生放送枠と配信枠がございますので、ぜひですね、生放送の方も今後見ていただけたらなと思います。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。本日は、私シーサの街道日記第810話節目の回といたしまして、こちらは福岡県大野城市のビーム大野城本店さんにやってまいりました。今回は収録&生放送、同時進行ということで、YouTube ライブの方を行ってまいります。まず節目ということで、今回節目 T シャツ着てるんですけれども、節目 T シャツ新しくなって、今回からですよ。ちょっと背中見えます？こんな感じで背中にはですね、ナンバリングが入るようになりまして、810話の節目なんですが、この T シャツは後ほどキーワード発表して、生放送をご覧の皆様、そして収録して編集した後に編集したその配信をご覧の皆様の中から抽選でこの T シャツはプレゼントします。さらにですよ、さらに第810話からは毎回背中にナンバリングを入れて街道日記収録を行います。811話812話813話、で色も毎回変えて、今日は節目なんで小節目って書いてあるんですけど、この節目も言葉を変えて毎回違うデザインで T シャツを作っています。で、それをですね、毎回配信のたびにプレゼントします。番組内でキーワード発表して、すごいでしょ。で、さらにですよ、さらに820話の節目からはですね、811話から820話まで10枚の T シャツができるじゃないですか。この811から820までの10枚ワンセットだから、コンプリート T シャツ10話分の、これを節目の回では次回はプレゼントとしますので、番組を、まあ、普通に見ていただけるだけでも嬉しいんですけど、ぜひですね、 T シャツをゲットしていただきたいなと思います。で、そのためには番組内で発表されるキーワードを知っておく必要があります。そして応募方法に関してはホームページでもご紹介してるんですけれども、アローズスクリーンの LINE アットにご登録をいただいて、その LINE アットでキーワードを入力して送っていただくと、まあ作業としては簡単な作業になります。なのでですね、 T シャツ欲しい方はぜひ LINE アットに登録してご応募していただきたいと思います。抽選の様子もですね、前回アローズスクリーンのスタジオでやりましたけど、抽選会も生放送でやります。 YouTube の生放送で、なので結構今日からの街道日記はこう生放送を絡め、そしてプレゼント絡め、抽選会も生放送でやって、もっとお客様とこう近くで街道日記を楽しんでいきたいなという感じでですね、やっていきますので、皆様ぜひ今後の街道日記に
注目していただきたいと思います。さあまずはですね、その一発目 T シャツをプレゼントしますと言って一発目の今回節目ですけれども、まあなんとか無事に配信はスタートできて今のところ良かったなというところですかね。あとは実戦ですよね。凱旋、結構生放送では凱旋ハーデスといったあたり攻めることが多いですが、前回は第800話の大節目でこの凱旋打ってますね、生放送で。まあ、その時は結果良かったですけど、今日はどんな1日になりますでしょうか。おはようございます。あ、初ライブ拝見します。頑張ってください。ありがとうございます。今日はですね、カメラが千尋くんね、千尋くん、はい、で運営がふーさんなので、今日はシーサーふーさん千尋くん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。激アチュ、激アチュ、44ゲームです。チャオチャオ、ちょっとね、一発目ここいきなりね、赤7か PGG でも来れば生放送今日楽だなと思ってたんですけど、まあ中だけなら初当たりのチャンスとなりますね。ありがとうございます。ブラジルから応援してくださってます。ありがとうございます。まあ、ブラジルといえばね、ワールドカップも始まりましたので、まあ、中でも注目を集めるチームの一つですよね。さあ中断期7から初当たりのチャンスとなって、ここはブラックホール演出は2ゲーム終了。まあ、まだまだこの後ですね、チャンスあると思います。あ、延長はなしかどうかはやっぱりそこは状況次第で、一応可能性としてはあります。延長の可能性はありますけれども、基本的には13時30分をめどに生放送は終了ということで進めてまいります。さあ中断期7ありました、激アツからの中断期7でしたが、どうやらホットゲーム当選はなかったようですね。止まってないよね、今大丈夫ですかね。そうじゃろそうじゃろ。あーでもそっか、楽しいから大丈夫ですって、もうこれを楽しいって言ってくださるのは本当にありがたいですね。逆にこうトラブルが起きてこうあたふたしてる我々を見るのが楽しいと思っていただける方がいれたら、もうあたふたしながらでもやります。やばいやばい、どうしよう、大丈夫って、それちょっとあれしてこれしてとかね言いながら、その辺をこう生放送のリアルさっていう面で楽しんでくだされば喜んで配信しますけどね。もうガチでこれが生放送の実態みたいな。どうしよう、ちょっと待ってくださいね。さあ今日2回目の激アツですけど、ちょっと今ざわついてましたからね、ここはもう2回目のゴッドゲームということでしょうかね。いやわからんよ、ここに赤なら止まるかもしれんし、ここどこにゴッド止まるかもしれんよ。ほら当たりです。455ゲーム2回目のゴッドゲーム当選です。はい、現在投手は16本800枚からの当たりでございます。さあなんとか2回目の AT までは大きなハマりなくたどり着いてます。先ほどは2セット消化でしたが、今回どんな AT になりますかね。 AT 中さっき何もなかったので、ちょっと今回はね、この消化中に何か欲しいですよねと言っていたらボタンです。チャンスか、揃わんよね、チャンスぐらいじゃ。動きました。今 G ストップに入ってるんですけれども、
動いてます。じゃあ行きます、 Gストップ行きます。お願いします。そっか、 AT 自体は1セット目ですからね。ここ今のうちに頑張ろう。上乗せができるかどうか。よし、7とエース、うん、3が止まった。当たった、上乗せです。ちょっと今のは、まあ、乗ったんでよかったですけど、7とエースだったんでですね、どちらかが来てくれたら嬉しかったな。しかしこれで上乗せには成功しました。2セット目突入は確定です。お、審査さん髪型変えてほしい、初めて言われました。髪型変えてほしい。どんな髪型、髪、僕もね、もうそろそろ下ろしたいなっていう気持ちは正直あるんですよ。世紀末風、世紀末風ってことはあれですか、のやつですか、北斗の拳のキャラみたいなやつってこと。ちょんまげはいいかもね、ちょんまげはいいかも。でもちょんまげって結構髪の毛長くないといけないですよね。あれね、こうね、ちゃんとそれだけの量がないといけないんで。髪を下ろしたら結構気づかれないですよね。あの、さあここも笑ってた。気づいたらリプレイ5連してましたね。お話に夢中でした。これが生放送よ。こうやってね、あのいろいろスムーズなお話の中で気づいたなみたいな、これ僕あの好きなパターンです。話に夢中で気づかなかったが上乗せと、いや、もう3個。ボタンはない。あお、ボタンもない。あー、ちょっと弱いな、ここ。さあ、ここも3つ、VS。転敗は確定しましたよ。ブル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 、確定です。さあ、あとは V か3か S か。おい、V ぞろいで3セットのせ、気持ちいい、笑ってきましたね。これで AT は5セット目まで継続確定となりました。よし、投資も800枚ですからね、プラスですよ。まだ SGG、PGG ないですけれども、まあ、今日最大の見せ場ではないでしょうかね。ここまでの流れで V ぞろいで3セットの上乗せに成功。よっしゃ、あ、今 B もおのど本店さんで打ちながら見てますってどなただ、どなただ、どなただろう。これで6セット目は残り1ゲームというところですが、ちょっとね、この雷演出からの若菜の先輩、意外とあるんじゃないか、ないか。これで6セット目終了。さあ、ストックあればまだ継続となりますが、7セット目となれば2000枚も近づいてきます。さあ、これが5ゲーム目、ないか、ないか、6セット。さあ、というわけで2回目のゴッドゲームは6セットで終了という結果でしたが、まあ、これで収支的には1000枚近いプラスは作れたので、また次の AT オフに当たっては心強い獲得でしたね。あとは生放送の中で次の当たりが来るかどうかは分かりません。放送時間残り25分ですから、その中でね、次の当たりが引けるようなら今日はもう大きく勝利に近づくでしょうし、当たりなければ生放送の後果たしてどんな展開が待っているか、
そのあたりは配信のお楽しみとしていただきたいですね。この番長シリーズやっぱり元気いいなと思ったんですが、見てください、サラリーマン番長が増大されてるんですよね。新たに導入されてます。その導入された番長、今日が入れ替えじゃないんですけども、最近このサラリーマン番長導入されてかなり元気がいいです。すごいですね。もう4000枚オーバーでしょ。でこの辺りも結構出てますね。何枚出てるんですか。4000枚ぐらい出てますね。これもバラエティコーナーも侮っちゃダメなんですよ。実はですね、バラエティコーナー本当にお客様の支持の高いお店で、まあ、ギルティクラウンも最近またね人気が浮上してきてますけれども、この辺も3000枚を超える獲得となっております。まあ、さらにですね、犬や車別積みしてますね。3000枚ぐらい出てますよこちらも。この配信の後ですね、次は7月26日木曜日、まあ、この日にこの第810話のアンコール取材がこちらビームオールゾ本店さんでは行われることになっております。まあ、全体的にかなりの盛り上がり見せてますけれども、まあ、やっぱりこの時期になってあえて導入されたサラリーマン番長の10代とか、やっぱり目の離せないコーナーだなと思ったのはバラエティコーナー。まあ、この辺りも、まあ、高純同期やメイン機種だけじゃなくてですね、しっかり目を向けてみると面白いかもしれませんね。はい、今日は朝からミリオンゴッド神々の凱旋で生放送やってまいりましたけれども、持ち込みで移動してきました。凱旋の次はハーデスですね。でこちらがですね、今日当たりは割とちょっと最初だけね当たりは遠かったんですけども、その後は、まあ、警戒の辺りが続いているという台ですね。まあ、凱旋は展開悪くなかったんですよね。初当たりは2回ですけど、2回目の辺りは G ストップからの上乗せも2回あり、うち1回は V 揃いでしたし、まあ、そこで一気に1000枚近いプラスまではいけてましたので、このまま勝てるかなと思ったんですが、結果的にはその後持ち込み飲まれて、ちょっとこれ以上打つとマイナスになってしまうというところでやってきました、アナザーゴッドハーデス。まあ、今この台空いてましたけれども、今日はこのハーデス凱旋コーナーまさかのフル稼働という状態でしたので、まあ、かなりお客様の期待を集めたコーナーだったということは言えるでしょう。まあ、その中で当たるけど伸びない、まあ、そんな感じで空いてた台ですね。多分そろそろ吸い込んだ分ぐらいの波が来てもいいんじゃないかなと思います。そこに期待してのこのハーデスです。やっとレア役来ましたね。やっとレア役来ました。445ゲームです。当たりは軽いなと思ってきましたけども、なかなかこのハーデス当たってくれないですね。ここはただヘルゾーンは今5回突入してます。およそ200ゲームの間に。まだいましたね。これがヘルゾーンは6回目になります。さあ黄色背景は3回目、青が3回、黄色が3回、まあ、何色だとしてももう6回目ですから、なんとかここは持ち込んでジャッジメントを迎えるためにもここで当たれ。いかんせん黄色の時にテンパイも作れないですよね、なかなか。そしてここまで継続もありません、エルゾーン。ここで初めて10ゲーム目に突入です。当たってよ。なかなか当たらんな。少ないですよね、黄色の時にテンパイが。さあ
ここは当てないかんでしょう。15ゲームのエルゾン、今度は赤背景。頼むよ、チャンスか。はい、535ゲームでジャッジメント当選。なんとか持ちこいんでここは当てましたね。さあ、ヘルゾーンを繰り返しまして6回目のヘルゾーンからの当たりでした。さあ、ハーデスに来てからはこれが最初のジャッジメントです。ケルベロスか、お願いします。よし、ですね、たまにね、この G がゼロに見えたりしませんね、しませんね、30ゲーム。続いて、おお、続いた、100ゲームゲットです。100ゲームスタート、まあまあ、ケルベロスにしてはまあまあではないでしょうかね。さあ、行きましょう。ハーデスでは最初のゴッドゲーム、もうできればここで2000枚ぐらい出して完全に今日の勝利は確信したいなというところです。凱旋と違ってハーデスはゲーム数上乗せ型ですから、もうどんな初当たりであっても大きく伸びる可能性はあります。メイク、ここは A 手に入っても再びヘルゾーン。青背景の1ゲーム目、これは大事なところで当てました。さあ、行きます。これは嬉しいですよね。残りはまだ90ゲームあります、ゴッドゲーム。まあ、最低50は乗りますからね。しかし1ゲーム目、30、上乗せは80。さあ、残り170ゲームになりました、ゴッドゲーム。170あれば何か引ける可能性はありますよね、もちろん。1回もレア役からの上乗せがありませんでした。残り2ゲーム、後乗せはあるでしょうか。そんなレア役も引いてなかったですけど、残念でした。結局上乗せはあのヘルゾーン中のジャッジメントのみ。495枚の獲得、持ち込みもこれで500枚ちょっとですから、収支的にはマイナスのままで終わってしまいました。残念でした。ハーデスではプラスに持っていくことができず、 AT が終わってこれで56ゲーム。ちょっと台の方も静かなので、ちょっとハーデスはここは追わずにやめたいと思います。で、せっかく締めの回で凱旋ハーデス打ってますので、ゆるセポネが空いてたら、まあ、これも一応ゴッド系ということで、ゆるセポネ見ていきたいと思います。空いてなかったら戻ってきます。はい、今日は凱旋ハーデスと来て3期指名はゆるセポネ、僕も初めて打ちますので、ちょっと楽しみながら行きたいと思います。ゲーム数が現在87ゲームから、当たりも軽い台ですね。で、もちろんゴッドドロイもありますが、今回のゴッドドロイは8192分の1でなくて1638分の1ですから、まあ、ゴッドドロイの確率もおよそ5分の1ということで、まあ、当たりやすいスペックになってます。まあ、あとは打ちながら行きましょうか。はい、もうこんな感じでですね、液晶はないんですけど、まあ、サイドランプでさまざまな演出がありますので、まあ、この辺見ながら行きたいと思います。あとここですね、セグがあります。これがまあゴッドシリーズの液晶みたいな感じで、ここで奇数テンパイ発生すればチャンスだったりですねします。はい、こんな感じで、まあ、奇数揃いで当たりです。
そして、まあ、ボーナス当選のメインとなるのが子役との同時当選ということで、まずは右上がりキナナ、まあ、これでもボーナスの抽選が行われております。演出続きますね。演出が続くというか奇数転廃が続いてますね。まあ、通常時はこんな感じで、まあ、適当押して、あとサイドランプが光った時には子役出現に期待という感じですかね。このセグはですね、毎回動くわけじゃなくて、まあ、動いて奇数転廃や、あるいはこうチャンス目みたいなやつが出ればですね、もちろんチャンスということになります。で、基本的にはミドルボーナスとビッグボーナスの2種類のボーナスがあって、さらにこのゴッドゾロイがありますね。ゴッドゾロイ発生時は700ゲームの RT 突入となります。うん、さあ中断リプレイ。一回当てたいですよね、どんな感じかボーナスを。この音はまさにアナザーゴッドハーデスですね。さあ、ここは名誉の槍ランプがついてますので、まあ、この中では一番強いランプです。何が成立してますでしょうか。右上がりキナナかな、下段キナナ、いや右下がりリプレイ、これはチャンスじゃないか。当たりでございます。さあ、ゲーム2のは163ゲーム当たりましたが、ここはミドルボーナスということになります。ミドルボーナスもビッグボーナスも1回だけ14万役を取れば、まあ、最大獲得枚数が得られるということですね。左リールの中段にこのユルセポネのピンクの7が止まれば適当打ちで14枚ですね。あとはこれを回避するために、まあ、このデカチリみたいな図柄を左リール狙っておけば大丈夫ですね。はい、これで獲得枚数は47枚、これがミドルボーナスです。まあ、とりあえずボーナスは引きましたが、47枚ですからね、これを100ゲーム200ゲーム回して繰り返しても仕方ないわけですよね。やっぱりボーナスはビッグの方がいいし、そしてどこかでやっぱりゴッド引けるかどうかっていうのが多分勝負の分かれ目になると思いますので、ゴッド引きたいですよね。で、引けるかどうか分からないので引く前に言うと、ゴッド揃いの場合は700ゲームの RT に入るんですが、その700ゲーム間ではですね、ボーナスを引いても続行されます。 RT がその後もさらに700ゲームの間にもう1回ゴッド揃いがあれば、ゴッド揃いがあれば700ゲーム再セットとなりますから、やっぱり700ゲーム間コインを減らさずにこうボーナスを何度か受けれる可能性があるというのはやっぱ強いですよね。さあ、ここは中断リプレイでボーナスチャンスではありますが、当たりました、当たりました、早かった。ボーナス終わって13ゲーム、おお、逆回転からのミドルボーナスです。ドキッとしますよね、逆回転すると、まあ、先ほどと同じく14枚役を1回取って、あとは15枚役を受け続けると。ただボーナスもあっという間に終わるので消化は早いですね。はい、あともう一つですね、この紫7を狙ってっていう演出があるんですけど、リール上にこの赤7、ピンク7の下に紫7があるんですけど、この上ですね、右リールもこれですね、この紫7が揃った場合はビッグオアゴッドゾロイ、どっちかになります。これです、あのペルセポネのジャッジメントみたいな音が流れますね。これで見事紫7揃えばビッグオアゴッドゾロイです。揃って見たいよ、はい、これで
ピック王はゴッドということになります。次ですよね、おなじみの、はい、コンボフリーズ演出です。あ、ビッグボーナスということですね。まあ、こんな感じで本当にこうハーデスにそっくりの台ですよね。これが初めてのビッグになります。レギュラー終わって10ゲーム、まあ、ミドルボーナス終わって10ゲーム。ビッグボーナスも14枚役を、あ、すいません、失敗しました。失敗しても大丈夫ですね。はい、ビッグボーナスも1回だけ14枚役を取って、あとはここにピンクの7を止めないように消化していけば大丈夫です。本当にね、あの当たりが軽いので気軽に打てる台です。ちょっと1000円2000円持って打ってみようかなぐらいでも当たる可能性は十分ある台だと思いますね。はい、これでビッグボーナス治療、獲得枚数は155枚になります。最大で紫7が見れたのでよかったです。できればゴッド揃いがね欲しかったですけど、さすがにここは当たってます。はい、ミドルボーナス18ゲーム、クレジットでの当たりです。はい、ミドルボーナス15ゲーム、しかしここもクレジット、そろそろビッグでお願い。はい、ミドルボーナス、そういうことか、音でお知らせするパターンもあるんですね。35ゲームミドルボーナスです。うん、当たってますね。ヘカテの杖でリプレイはもう否定してます。ミドル引けないな、ビッグが。はい、というわけで許せぽね、まあ、かなりボーナスはありましたけれども、ビッグは1回しか引けずに、ちょっと400枚ぐらいのマイナス、これで残り時間届くかなと思ったんですが、まあ、400枚のプラスに持っていくのは簡単じゃないなというのは正直感じました。ただこれだけ当たり軽いですからね、本当にあの少ない投資で長い時間遊べる面白い台だなというのは感じました。最後持ち込みを流してどんな趣旨になっているか交換したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後の交換枚数はこちらです。671枚です。800枚投資があるので129枚、一本勝負していいですか。一本勝負、ジャグラーいきます。ジャグラー、はい、結局ですね、最後の交換枚数は671枚で、総投資の方が最後ジャグラーで2本追加投資しましたので、900枚の投資があります。収支の方はマイナス229枚ですね。はい、悔しい。はい、というわけで、今回は第810話、そして今回からは T シャツをプレゼントということで、僕が着用している T シャツをプレゼントしますということで、生放送中には生放送枠のキーワードを発表したんですけれども、配信用のキーワードをここから述べたいと思います。総本山、これでいかがでしょう。総本山がキーワードです。この漢字3文字、まあ、ひらがなでも大丈夫ですけど、総本山と、まあ、こちらがビームグループの総本山となります。ビーム大野城本店さんですから、キーワードは総本山ですね、にしたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。それでは本日はこれで終わりたいと思います。以上、審査の街道日記第810話でした。